中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第216回目の放送でございますけれど、先週から今週にかけていろいろなことはありました。まず6月15日横浜風の遊育園というところで、ガーガーズとライブをやってまいりました。久しぶりの園ライブだったんですけれど、そこ行ってみましたら、実は YMCA で、お世話になりました高山さんが、主任の先生になっておりまして、あのミツルもなんか週1ぐらいでそこに行って遊びのおじさんみたいなことしてるらしいというね、縁もゆかりもある、ところだったんですけど、非常に職員さんたちもですね盛り上がっていただいて、まあ打ち上げではまた来年もお願いしますよみたいな話になって、園長も、やりましょうみたいな感じでありましたけれど、まあ、実際どうなりますか分かりませんが、まあ、ぜひまたね伺いたいなと思っております。非常に盛り上がりました。ミツルといえば、ミツルはあのトレア防止店が解散した後、まあ、それぞれにですね、マネージャーがついていたんですね。福岡にはお町がついて、増田にはポンちゃんがね、つきました。あとちゃんもついたのかな。それから僕にはミツルがつきましてですね、ついてくれまして、ずっと2人で、全国行っておりました。僕より先にね、現地に行って、セッティングをして待っているというような感じで、いましたけれど、ある日ですね、結成したばかりのミツル&リョータという、のグループを結成したらしいと。でそことの、まあ最初ですからそんなに、まあ、コンサートあるわけじゃないんだけど、久しぶりに、まあ、ライブが入ったと。でその時が中川のお月の日だったわけですね。で相談されまして、まあこれからそっちでやっていくんだったらいいからそっち行きなよっつって、僕それから僕は一人で動くようになったんですね。いろんなことは現地の人とやるというような形を取りまして、まあそんなような、それからまあミツル&リョータもね、まあそれなりに活躍してたということで、ミツルはトレア防止店のなんていうかな、体操のお兄さんみたいなところでやってきましてですね、彼用にトレア体操なんていうのはあのアルバムを作って担ぎ上げたんですね、体操のお兄さんとして。でその時の1曲目が地球に風が吹いているという歌がありまして、必ずこれを、トレアのコンサートの幕間みたいなところで、踊ってもらっていました。ということで、地球に風が吹いている、どうぞ。地球に風が吹いている。優しい風が吹いている。ライオンのひげを物の綿毛を運んでいく。みんなが同じ大地の上で同じ風を吸っている。ララララ僕もララララ私も同じ風を吸ってる。ララララ君もラララあなたも同じ風を吸っている。地球に風が吹いている。大きな風が吹いている。金色の麦畑涙出せ白い雲をいくつもちぎっていく。みん
花が同じ大地の上で同じ風を吸っている。ララララ、僕もララララ、私も同じ風を吸ってる。ララララ、君もララララ、あなたも同じ風を吸っている。風が吹いている。空いっぱいに夢を膨らませ、みんなの歌声を運んでゆく。みんなが同じ大地の上で同じ風を吸っている。ラララ、僕もララララ、私も同じ風を吸ってる。ラララ、君もララララ、あなたも同じ風を吸っている。ラララ、僕もララララ、私も同じ風を吸ってる。ラララ、君もラララ、あなたも同じ風を吸っている。6月20日、渡辺茂も亡くなりました。ベーシストの渡辺茂さんの家族がカフェに来るって言うんで会いに行きまして、昔話に花が咲いたんですが、渡辺茂さんは、音楽広場シリーズの僕たちの歌から参加しましてですね、最後のハッピー、15枚目のハッピーまでずっとベースを弾いてくれておりました。59歳だったかな、60歳前に、亡くなってしまったんですけれど、トレア解散してビートバンボーイズやって、それも解散した後、中川が作った、いわゆる知られた歌をロックバンドでやりたいって言って、渡辺茂さんに相談をしたら、メンバーを集めてくれてですね、ギターに佐藤勝彦、ピアノに友成義弘で、ドラムに菊池武雄という、そうそうたるメンバーを集めていただいてですね、それでゲルという名前は渡辺茂のゲルなんですね、そういう、バンドリーダー的なところで、やっていただきました。マジスカ軽音楽同好会っていうのもありましたけれど、そこでもアルバムに参加してもらって、1曲ですね、しげるちゃんの曲があります。で、しげるちゃんの曲に僕が詞をつけたのがありまして、それをこう晩年、結構ライブで、気に入って歌ってくれてたようです。ジャケットはね、ピンクフロイドの原始シンボを模してですね、原始シンボは牛なんですが、それを木彫りの熊を置いたという、そういうジャケットにいたしました。木彫りを置いてという、その彼と作った歌がをジャケットにしたんですね。木彫りを置いてという、木彫りを置いて木彫り、置いて木彫りの歌なんです。それ、聞いていただきたいと思いますけど、しげるちゃんのベース、それから友成のピアノ、華麗なピアノが聴けますね。それからかっちゃんのスライドギター、この3人のアンサンブルが素晴らしい。ぜひ聴いていただきたいと思います。木彫りを置いて。
君はせかせか僕はのんびり気がつけば君は100マイル先で僕はいつだって置いてきもりなかなか君に追いつけない君はのんべえ僕はゲコゲコ気がつけば君は一人酔いつぶれ僕はいつだって置いてきぼりなかなか君に追いつけないだけどこんな僕たちにも同じように夜はやってくる星も降ってくるお月様ニコニコ君はタンパク僕は高タンパク気がつけば君はもう帰り自宅僕はいつだって置いてきぼりなかなか君に追いつけない僕たちにも同じように朝はやってくる昼もやってくるお日様ニコニコ君はせかせか僕はのんびり気がつけば君は100マイル先で僕はいつだって置いてきぼりなかなか君に追いつけない僕はいつだって置いてきぼりなかなか君に追いつけないそして6月22日、浜松で保育セミナー、ソングブックカフェ主催の保育セミナーがありました、出演は柴田愛子さん、新澤俊彦、ロケットクレヨン、鈴木翼、そして僕でお送りしました、ロケットクレヨンと翼くんの遊び歌があって柴田愛子さんの保育のお話があってその後新澤と中川のライブがあって、オプショナルではございましたけれど新澤中川柴田愛子の3人の提談をお送りしました、長丁場ではありましたけれどさすがに、くたびれましたけれど、まあ楽しくできたんじゃないかなという有意義な、内容の濃い、セミナーになったんではないかと思っております。ソングブックカフェはまあ基本神奈川に拠点を置いてあるわけで、静岡でそういうセミナーをやるっていうのは初めてだったんですね、本拠地から離れたところでやるのは初めて、
浜松というところですから、まあ、やっぱりその浜松とその周辺の、昔からのね、人脈がございますから、でそこの人たちにですね、お願いいたしまして、すごく働いていただいて、そうそういけるわけじゃないんで、その人たちの力があってこその成功だったと思います。まあそういうようなね、初の試み、まあうまくいったんじゃないでしょうか。ということで、まあサイン会がありましてですね、その時に久しぶりに海彦山彦に会えて嬉しかったというような、声をたくさんいただきまして、ではそこで歌いました渋谷物語聞いていただきたいと思います。浜松保育セミナーで初めて読んだのが地球に暮らす僕たちへ新刊本でございまして、
まあ、出来たてのほやほやで、工場から直送されて湯気が出ておりましたけど、それがですね非常によく売れたみたいで、いっぱいサインしましたね。この本がこう受け入れられるっていうのは非常に嬉しいことで、この本はもともと世界人権宣言という、本の序文に書いた文章、これをアリス館の編集者さんが気に入っていただいて、気に入ってくれて、これを絵本にしようってことになったんですね。絵は松田奈々子さんという新進気鋭の赤ちゃんが生まれたばかりっていうこともあって、すごく一生懸命描いて、いただきました。彼女にとっても、まあ、切実な話だったようで、素晴らしい絵本ができたと思います。これを読んでみたいと思います。地球に暮らす僕たちへ。作中川博隆、絵松田奈々子。ここ地球という場所で僕たちは生きています。みんなお母さんから生まれました。みんな赤ちゃんでした。僕たちは等しく生まれました。このように生を受けた僕たちはみんな等しく生きていい。世の中には様々な人たちが暮らしています。思いも様々です。お金持ちになりたいという人、自由であればお金持ちじゃなくてもいいという人、自由でなくてもお金持ちじゃなくても安定した暮らしをしたいという人、それぞれでしょう。でもそれぞれがそれぞれでいいということが大切です。人はどのように生きてもいいのです。ただしそれをみんなが認め合わなければなりません。それが難しい。なかなか難しい。人は自由に生きていいし生きるべきですが、他人の自由が人によっては勝手なわがままなことになる時があります。そんなわがままを許すわけにはいかないと争いになります。大抵そんなことで戦争は起こります。自由って何だろう。このことを僕たちは真剣に考えなければなりません。自分にとっての自由は他人にとってどうなのか、そこにルールが出てきます。自由で平和であるために、みんながいつまでも楽しく幸せに暮らしていけるためのルールです。決して人を縛るものじゃありません。昔々みんなで仲良く暮らしていた村があった。どの家も鍵なんか持ってなかった。垣根も塀もなく暮らしていた。ところがある日、ある男が人の家に勝手に上がり込んで、そこにあったパンを食べ、お金を持って行ってしまった。そのことがみんなに知れて、みんなはルールを作ることになった。今後そのようなことが起きないように罰も作った。村の人たちは家の鍵も作った。塀が作られた。今ある国境というものは大体そんなことで作られた。自由ということの難しさです。ただこの地球で一緒に生きている僕たちです。千載一遇、せっかくここに居合わせたのですから、僕たちは仲良くしていきたいものです。なるべく喧嘩をしない。なるべく怒らない。怒らせない。ズルしない。ズカズカしない。ズケズケしない。尊重し合おうよ。尊敬し合おうよ。許し合おうよ。みんな一緒じゃないか。みんな赤ちゃんだったじゃないか。されて嫌なことはしない。言われて嫌なことは言わない。決してぶたない。傷つけない。地球という星で鳥も動物も植物も縄張り争いを繰り返しています。そうやってこの星で何十億光年も命をつないできました。でも僕たちは人間です。弱肉強食じゃない平和な暮らしを僕たちはできるはずです。このように生を受けた僕たちはみんな等しく生きていい権利を持っています。そしてその権利に重いも軽いもない、同じ重さだということ。
僕たちはずっとこの地球で生きていかなくてはなりません。僕たちは楽しく生きているか、自由に生きているか、僕たちは幸せか、今はもう一度よく考えてみようかな。おしまい。みんなの掲示板、インフォメーションでございますけれど、6月の30日、福田賞の 10周年記念ライブがあります。7月7日ですけれど、塩尻の、図書館で、絵本講演会がございます。そして7月12日は、中川博隆のソングブック、レコ発ライブっていうのが、吉祥寺のスターパインズで行われます。7月13日日本ペンクラブで、長野さん、絵本長野さんの発売記念イベントがございます。これはもういっぱいになっちゃったかな。長谷川と中川と長野さん3人の提談でございます。この長野さんと中川と長谷川のトリオのなんか絵本ライブみたいなことができたら面白いんじゃないかなと思うんですけど、どなたか手を挙げて呼んでくれる方いませんか。ひでちゃん石座なんつってね、やりたいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。乳酸菌日の高ぶ見えるラジオ。そう、浜松の保育セミナーで一応その会場の会議室みたいなところで打ち上げしててですね、話が盛り上がっちゃいまして、電車、1台乗り遅れちゃいまして、光に乗る予定だったんだけど、小玉に なっちゃいまして30分ぐらい遅れたのかな。それでもうホームにいましたですね、僕のことをじろじろ見るなんか浅黒い人がいるんですよ。誰かなと思って見たらブラザートムさんでしたね。ブラザートムさんと歌った歌がその赤版にも入っているんで、トムさんに送ろうと思ってたんだけど、もうなんかこう連絡しても返事が来ないっていう時で、どうしようかなと思って矢先だったんで、嬉しかった。そのまま電車に乗りましてですね、翼くんと一緒だったんですけど、3人でわーわー言いながらですね、子供の自由席に、乗って、いいですね子供の自由席は、そこに酒飲みながらですねわーわー言っておりましたけど、その時の写真これね、ということもありましたけれど、見えるラジオ216回目の放送いかがだったでしょうか。最後は中川博隆ソングブック記念のスタジオライブからですね、だから雨降り聞いていただきたいと思います。それではまた来週、さよなら。昨日緑のカエルがね、大きな葉っぱの後ろでね、お天気続きでかなわんと空にお祈りしたんだよ。だから今日は雨降り、だから今日は雨降り。昨日お隣のアジサイがすっかり用意を整えて、そろそろ私も咲きたいと空にお祈りしたんだよ。だから今日は雨降り、
だから今日は雨降り」「昨日黄色い長靴が」「ほこりだらけの下駄箱で」「外の空気を吸いたいと」「空にお祈りしたんだよ」「だから今日は雨降り」「だから今日は雨降り」「だから今日は雨降り」